ただいまピッチ上の散水を行っています。風向きによっては水しぶきがかかる場合がございますのでご注意ください。それではここで本日のボールパーソン参加要員を紹介します。本日のボールパーソン参加要員はジャパンサッカーカレッジマネージャートレーナーの皆さんです。皆さん拍手をお願いします。今年はワールドカップイヤー、6月に控えるフランス女子ワールドカップを前に国内最高峰なでしこリーグの熱戦をお送りします。2019プレナスなでしこリーグ1部、今シーズンは毎節2試合、なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りしています。この時間は第6節、アルビレックス新潟レディースと野島ステラ神奈川相模原の一戦を新潟市にあります新潟市陸上競技場からお送りしていきます。今日の新潟は快晴に恵まれています。正午現在気温は 16.3 度です。とても心地の良いサッカー観戦日和となっています。現在10連休中という方も多いのではないのでしょうか。今日新潟駅ではキャリーケースを引いた人の姿もありましたし、バンダイ古町といった新潟の繁華街にもレンタサイクルなどで観光を楽しんでいる人の姿もありました。さて昨日元号が変わりました。この試合が令和初のなでしこリーグリーグ戦ということになります。今日は同じ時間にもう一試合試合は行われます。伊賀 FC とマイナビの試合も午後1時キックオフの予定です。なでしこリーグの令和初ゴールを誰が決めるのか、そして令和初勝利どのチームが掴むのか非常に注目です。さて今日対戦する両チーム、平成の最後の試合は素晴らしい勝利、素晴らしい平成の締めくくりをしました。新潟レディースは前節は首位だった日テレベレーザをホーム柴田に迎えました。2度リードを許したんですが、山谷のゴール、石渕のゴールで2度追いついて、最後は佐伯の決勝ゴール、首位ベレーザを撃破しました。リーグ戦では2016年の5月3日以来3シーズンぶりのベレーザ戦勝利、その後皇后杯での勝利はありましたが、久々にベレーザを倒しました。一方の野島ですけれども、こちらはアイナックを前節はホームに迎えました。終盤まで0対0でしたが、80分に中野が蹴ったコーナーキックがそのままゴールに入りまして、それが決勝点になりました。野島はアイナック相手には初勝利ということになりました。こちらも素晴らしい平成のラストゲームでした。そこから両チームは中4日で今日の試合を迎えることになります。なでしこリーグはゴールデンウィーク3連戦、その今日が2試合目ということになります。なでしこリーグは開幕から5試合を終えました。現在首位が浦和です。勝ち点が12、そして前節新潟に敗れた日テレベレーザが2位、勝ち点10です。それに次ぐ3位に今つけているのがアルビレックス新潟レディースです。3勝2敗勝ち点が9です。首位浦和と3差、2位の日テレとは1つの差ということになっています。そして野島ステラは5試合を終えて2勝3敗です。勝ち点が6、現在7位という位置につけています。アイナックのすぐ下につけています。ここから順位を上げていきたい今日はアウェーの野島です。
ここまでの戦いを振り返りますと、新潟の方は開幕の伊賀 FC 戦、そして2節目の AC 長野戦連勝しました。3節ホームでアイナックに敗れ、そして4節も浦和に敗れて連敗となりましたが、前節ベレーザに勝ちまして3試合ぶりの勝利を挙げました。今日は今シーズン2度目の連勝を目指します。一方のアウェーの野島、こちらは開幕戦ホームでマイナビに勝ちましたが、その後3連敗がありました。ジェフレディース、AC 長野、日テレベレーザに3連敗。しかし前節アイナック神戸に勝利をしまして4試合ぶりの勝利。野島も今日勝てば連勝です。今シーズン初の連勝ということになります。さて今シーズンはワールドカップイヤーです。6月にフランスで女子ワールドカップが行われます。日本代表は2011年にワールドカップ初優勝を果たしました。それ以来の2大会ぶりのワールドカップ優勝を目指すなでしこジャパンです。今シーズンはリーグ戦開幕後4月にフランス遠征がありました。フランスには3対1で敗れ、そしてドイツとは2対2で敗れました。ヨーロッパ遠征2試合は1分け1敗という成績でした。この両チームからは新潟のゴールキーパー平尾、そして野島からは松原と大賀がそのヨーロッパ遠征に参加をしていました。松原と大賀はフランス遠征、ヨーロッパ遠征出番はありませんでしたが、平尾は2試合目のドイツ戦でゴールマウスを守っています。さあ両チームのイレブンがピッチに入場してきました。青空の下、日差しを浴びながらの入場です。オレンジ色のユニフォーム、ホームのアルビレックス新潟レディース、そして今日はセカンドユニフォームのアウェー野島ステラ神奈川相模原です。 FIFA アンセムに乗って選手の入場です。今日は少し風があります。メインスタンドの放送席から見て右から左方向に現在風が吹いています。選手のユニフォームも風で若干なびいています。今スタンドに向かって一礼を行いました両チームの選手たちです。スタンドの新潟のサポーターからはアルビレックスコールです。今審判団も映っています。今日は高橋沙織主審が試合をさばきます。副審が山田さんと田中さん、第4の審判員は小林さんです。これから両チームの選手たち写真撮影を行います。では両チームのメンバーを紹介していきます。まずはホームのアルビレックス新潟レディースです。ゴールキーパー平尾千佳です。ディフェンダー山谷瑠香、イ・ヒョギョン、佐山桃子、松原志保、ミッドフィルダー滝沢里夫、園田瑞希、坂口萌乃、佐伯彩、上尾野辺恵、フォワード石渕萌美です。そしてサブには高橋智子、中村楓、北川光、川村優里、千野七海、大石さやか、武田明日美が入っています。中村や川村が最近復帰をして試合にも途中から出ました。そして北川光も今シーズン初めてベンチに入っています。ではアウェーの野島ステラです。ゴールキーパー久野吹雪、ディフェンダー大賀梨紗子、国武愛美、桜本直子、小林美晴、ミッドフィルダーキャプテンの石田美奈美、松原ありさ、川島春奈、中野真奈美、フォワード南野ありさ、大野忍です。サブには森田ゆかり、福住空、田中陽子、北方紗恵、田中芽生の5人が入っています。日本代表歴もあります田中陽子はサブスタートということになっています。野島ステラ、前節からのメンバーの変更はありません。ゴールデンウィークの3連戦、今日は中4日で迎えています。前節は中野の蹴ったコーナーキックがそのままゴールに入りまして、アイナックを初めて下しました。
今野島のエンジンが解けました。そしてホームの新潟ですけれども、こちらも前節からの変更はありません。新潟も前節ベレーザに勝利をしてから中4日の一戦です。前節は2度リードを許しましたが、山谷のコーナーキックからのヘディングのゴールで同点に追いつき、そして石渕のなでしこリーグ初ゴールで2度目の同点に追いつき、そして佐伯彩が決勝ゴールを決めました。共に連勝を目指しての今日の一戦です。前半はホームの新潟のキックオフで始まります。センターサークル中央には元日本代表神尾野部恵です。開成の新潟、新潟市陸上競技場、試合が始まりました。坂口が前線に蹴っていきます。ホームの新潟です。バックスタンドはタッチ終わりました。前半右のゴールを目指すホームの新潟がオレンジ色のユニフォーム、そして左のゴールを目指すのがアウェーの野島です。新潟縦にボールを送ります。前線のスペースです。石渕ボールを受けて一度預けます。縦に運ぶ左サイド、ここで奪った野島です。縦につける、前線にロングボール拾って野島、縦のスペース、オフサイドはありません。ゴール前2人入ってくる。グランダーのボールはブロック。もう一度野島です。スルーをしてシュート、平尾がブロックです。ファーストシュートは野島ステラ、川島が最後シュートを打ったか。両チームを通じて最初のコーナーキック、令和最初のコーナーキックということになります。野島ステラ、キッカーは中野です。前節はこのコーナーキックがそのままゴールに入りました。上げていく、クリアをしますが、もう一度コーナーキックになります。最後は背番号20山谷のクリアでした。中野は左利き、インスイング、ゴールに近づくボールになります。そしてペナルティーマーク付近に野島の選手が5人固まっている。そこから散らばってライナー性のボール跳ね返していきました。11番の佐伯です。立ち上がりは野島が押し込んでいます。スローインは中野、川島、南野がコントロール。これが南野、これもコーナーキックになります。立て続けに3本目のコーナーキックです。今度はゴールキーパーの近くに野島の選手が固まります。しっかりプランを練っている野島、ゴールキーパーの近くニア、今度はゴールキックになりました。立ち上がりの3分間は野島が押し込みました。新潟のゴールキーパーは平尾千佳です。日本代表です。4月のヨーロッパ遠征ドイツ戦に出場しました。それが代表の通算2試合目ということになりました。さて新潟の並びですけれども 4-4-2 です。右サイドバック山谷、センターバックがイ・ヒョギョンと佐山、左に松原です。リスタートしている野島ステラ、中野預けて大野、大野は元日本代表、松原から縦、これは跳ね返していきます。ゴール前へ、
これは新潟のディフェンスが対応しました。前線収めた上尾延、右サイドへ園田です。新潟は中盤の右に園田が入っています。追い越していった上尾延、さあチャンスになるか。園田今度は左サイド、少しずれました。松原を狙ったボールでしたがパスがずれてしまいました。7番は中盤の右に入っています、園田。中盤の右が園田、左が佐伯、中盤の中央に坂口と滝沢、前線は石渕と上尾延の2トップです。 4-4-2 の新潟です。前線に送っていくロングボール、これはキーパーの久野がキャッチしています。野島も4バックです。桜本と国武のセンターバックのコンビ、左に小林、右に大賀が入っています。そして中盤の中央に松原と川島、左に中野、そして右に石田です。さあカットした新潟、チャンスになる、倒れた、ファールがありました。新潟のフリーキックに変わります。イエローカードが出ました。イエローカードは5番の国武だったでしょうか。両チーム通じて最初のイエローカード、これも令和最初のイエローカードということになるでしょうか。新潟としては非常にいい位置でのフリーキックです。壁を作る野島、主審が壁を下げさせます。ゴールキーパーの久野が壁に指示を送ります。新潟は令和初ゴールのチャンス。今上尾延、坂口、そしてイ・ヒョギョンが話し合っています。上尾延は左利き、上尾延左足、キーパー防いだ、ファインセーブ。セカンドボール新潟、園田上げていく、ニア跳ね返します。坂口拾う、園田、坂口、中2人、3人目もいる、一度下げます、ふわりと前線、ヘリング、これは跳ね返されます。石渕です、下げて、あーっと滑ってしまいました山谷。さあ野島のカウンターです。中野が運ぶ、パスが通る、大野ボックスの中、下げて南野、このシュートは右に外れました。まず新潟がフリーキック、上尾延が素晴らしいシュートを見せました。その後二次攻撃もありましたが、その後野島が奪ってカウンターアタック、最後は南野のシュートでした。お互いにチャンスを作りました。野島、ステラは大野と南野のツートップです。ですから両チームとも 4-4-2 の布陣、完全なミラーゲームになっています。新潟が左サイドボールをつないでいく、奪った野島、縦パスは引っかかりましたが、もう一度野島です。ロングボール、大野に入る、さあチャンスだ、大野遠目から狙っていきましたが枠を捉えることはできませんでした。キーパーの平尾の位置を見て、ループ気味のシュートを狙ったでしょうか。元日本代表、なでしこジャパンとしては139試合40得点という素晴らしい実績があります。大野忍、2011年のワールドカップ優勝メンバーです。
今日の両チームですとこの大野忍、そして新潟の上野辺恵、この2人が2011年のワールドカップチャンピオンメンバーです。今野島ステラは野田明美監督がテクニカルエリア最前線で選手に指示を送っています。野田監督は今シーズンからトップチームの監督に就任しました。昨シーズンは下部組織のデューエの監督をしていました。さあここは背後のボール、石田が抜け出そうというところですがディフェンス対応しました。大野中央へ、左から中野、大野浮き球のパス跳ね返すイ・ヒョギョン、もう一度大野ワンタッチ細かくつながる、川島から縦のボール、左サイド小林クロスボール跳ね返します。新潟セカンドボールはどうか、滝沢縦につける、神尾の部が収めてスペースへ、石渕を走らせました。ここはディフェンス4番の桜本が対応しています。ロングボール石田へのボール、佐山がキーパーに戻します。ゴールキーパー平尾、神尾の部カットした野島、一気に前線あるいはサイドチェンジを狙いましたが味方と意図は合いませんでした。前半は11分が経過しています。まだ両チーム得点はありません。立ち上がりは野島がコーナーキック立て続けに3本と押し込みましたが、その後新潟もフリーキックでチャンスを作りました。前節はベレーザを倒した新潟、新潟の奥山監督はチームとしてやろうとしていることを選手たちがしっかりやってくれたと評価をしていました。前節、今シーズン開幕からかなり守備は下がりながらの守備をしていた新潟ですけれども、前節に関しましては前から行く狙いで入って高いところで守備ができたことでベレーザの良さを消すことができたんだと奥山監督は振り返っていました。前節は前から行っていたという新潟ですが、今日はそういう感じではない印象があります。今日はいつも通りの入りをしてきているでしょうか。競り合いのこぼれ球拾ったのは野島、中野です。ちょっと滑りました。立ち上がりお互いに選手が足を滑らすシーンがありました。試合前にはしっかり散水を行っていた新潟市陸上競技場、通称市陸です。平尾、イ・ヒョギョンからつないでいく園田、野島は結構前からプレッシャーに行っています。あーっとこのキックが野島に渡ってしまいました。奪ったのは坂口、縦を狙う左サイド、石渕が運ぶ中で神尾部が呼んでいる、左を使うスローインは野島ボールです。新潟中盤の左は11番の佐伯です。前節ベレーザ戦では貴重な決勝ゴール、右サイドからのワンバウンドのクロスにうまく合わせました。佐伯自身は練習でも決めたことがないようなシュートだったと笑いながら話をしていました。さあここはサイドを変える野島、左サイド中野が走って追いつきそうだ。前線はゴール前2人、さらにもう1人追い越していく、小林を使う小林、このボールは園田に当たってコーナーキックになります。
今一度高橋主審はゴールキックを指さしたように見えましたが、最終的にこれコーナーキックという判定になりました。この試合4本目のコーナーキックです。ここも5人ほど選手が固まります。今度は右足で7番の川島が蹴ります。浮き球ファーサイド、ボールが流れて追いつく4番の桜本。ここは新潟が奪いました。上尾延、タッチライン際、タッチを割って野島ボールのスローインです。前半は15分を経過します。0対0、両チーム得点はありません。ともに連勝を目指して、そして令和初勝利を目指しての一戦です。中盤で新潟の滝沢、今日キャプテンマークをつけています。山谷、坂口、このボールは今山谷にスペースで受けてほしいという意図だったと思いますが、山谷はそれを感じていませんでした。中野、大野、下げて背番号15番は松原です。松原も日本代表です。野島はこの松原と大賀がヨーロッパ遠征の日本代表に選ばれていました。松原も大賀もリーグ戦開幕前のシーブリーズカップでは出場がありました、日本代表で出場がありましたが、今回のヨーロッパ遠征は出番がありませんでした。5月10日のワールドカップメンバー発表までに何としてもアピールをしたいところです。ワンツーから小林、ここは新潟が対応します。ローからつなぎに行きます。佐山、佐山は今日の相手野島について、野島も前節アイナックに勝って勢いに乗っていると思うと、今日は自分たちのサッカーをやりきりながらベレーザ戦でできた部分を今日も活かせるようにしたい、そう話しています。前線背後のスペースへ、さあチャンスは野島、クロスボール、大野、胸トラップから左足、これはディフェンスブロックしました。収めた石渕、さあ新潟ここで前を向く、滝沢運ぶ、左サイド、左に園田が回っています。松原が追い越してそこを使う、一度戻して坂口、センターバックの佐山まで行きました。ふわりと前線へ石渕、キーパーの久野が出ました。新潟ボールを持ちながらゴールに迫ろうというシーンでした。野島はセンターバックは桜本と国武、そして右サイドに日本代表の大賀が入っています。大賀は大卒ルーキーです。日体大から今シーズン加入をしました。石渕が寄せて奪う、上尾延、クロスボール、ヘリング、跳ね返した、佐伯を狙ったクロスはディフェンスが跳ね返しました。ここで笛です。今の競り合いの中で新潟にファールがありました。20番の山谷のファールを取りました。今主審が山谷を呼んで口頭で注意を与えました。
今笛が鳴った後にボールをタッチに出してしまいましたので、そのことについての注意だと思われます。その新潟の山谷ですけれども、今シーズンから右サイドバックにコンバートされています。山谷は野島の印象について、パス回しや距離感、立ち位置など一人一人の能力が高いチームというふうに話していました。さあ拾った野島、左サイド大野が受ける、中野が追い越す、そこは使わず大野持ち込んでパスを選択しましたが引っかかっています。さあ奪った新潟、滝沢から左サイド、松原、上尾野辺、佐伯、つながる。ただここは大賀が対応しています。奪った大賀、中野が拾う、ロングフィード、南野を狙いましたが佐山の対応です。佐山は4節の浦和戦、なでしこリーグ通算150試合出場を達成しました。本人はたくさんのサポートがあってここまで来ることができたと、これからももっとチームのために貢献をしていきたいというふうにも話しています。スローインは松原志保です。松原は今シーズンセレッソ大阪、堺レディースから期限付きで移籍をしてきました。その松原志保がボールをコントロール、バックパス、平尾はシンプルに蹴ります。坂口、松原、佐伯、滝沢、奪った野島、奪い返す新潟、坂口、ただここはもう一度野島に渡りました。このパスオフサイド、フラッグが上がっています。石渕がオフサイドでした。石渕が背後を狙っていました。石渕は大卒ルーキーです。関西学院大から加入しました。リーグ戦開幕戦で途中出場でなでしこリーグデビュー、そして前節ベレーザ戦で初スタメン、そして初ゴールを挙げました。なでしこリーグ初ゴールが貴重な同点ゴールということになりました。フォワードは点を取ることが仕事なので点を取れてよかったと振り返っていた石渕です。さあここは右サイドで園田、追い越す山谷、そこを使う園田、2人に囲まれて倒されました。中野のファウルです。新潟フリーキック、上尾野辺が蹴ります。前半22分から23分というところ、新潟フリーキックのチャンス、上尾野辺か坂口か、右足で坂口が上げる、ゴール前跳ね返る、セカンドボールは石田触りました。川島が運ぶ、右のスペースへ。さあ野島がチャンスを迎える。石田のクロス、ボールこぼれてきて中野、ディフェンスもよく戻りました。ああ戻ったのは石渕ですね。フォワードの石渕が戻って対応しています。さあ野島はカウンターからコーナーキックを得ました。今日5本目のコーナーです。またここも選手が固まっている、ここから散らばっていきそうです。
今度はこちらサイド中野が蹴ります。左足ですからアウトスイング、浮き球のボール石渕が跳ね返す。セカンドボール拾う野島、中野が中を見て上げていく、競り合って神尾延、坂口につないだ、坂口から神尾延、このボールは跳ね返されます。松原がこれは相手に当ててタッチに出しました。坂口、神尾延、奪った野島、川島、右サイドへ奪った新潟、ナイスディフェンス。滝沢から石渕が収める、キープして右サイドに振ります。右の山谷、あーと園田滑った。さあボールを持ったのは野島です。佐山のディフェンス、アドバンテージ新潟に見ています。ここはつながりませんでした。さあもう一度野島が、今度左サイド中野が走ります。どうだ、残せませんでした。イヒョギョンのキック、神尾延、拾った滝沢、坂口からの展開、佐伯、坂口、神尾延が下がってボールに触りました。神尾延、園田、神尾延、もうボールを保持しながら攻め手を探ります。そして寄せに行くのは野島、野島ディフェンスはかなり高いラインを敷いています。平尾のキックがタッチを割ってしまいました。なおこの両チームですけれども、今シーズンリーグカップで1回対戦をしています。その試合では野島がホームで2対1で勝ちました。大野と田中のゴールでした。なおその試合で新潟は神尾延がゴールを決めています。また昨シーズンはリーグ戦野島の2戦2勝です。ホーム戦では川島のゴール、そしてアウェー戦では松原と南野のゴールで、昨シーズンは2試合とも野島が勝利をしています。まあ、ですからここ最近の対戦成績を見ると野島の方が相性がいいということが言えそうです。その野島、左サイド小林、中野を狙いましたがディフェンス対応しました。坂口が対応しました。中盤のこの攻防、野島が両者競り合って、これは新潟のファールです。野島ボール、フリーキックは9番の中野が蹴ります。左足です。そしてディフェンスラインからも選手が上がってきました。センターバックの桜本は165センチあります。あとサイドバックの大川169センチ、このあたりがターゲットになるでしょうか。松原も168センチあります。一度笛がありまして、これはやり直しのようです。
今テクニカルエラーの最前線で新潟の奥山監督が指示を送っていました。さあここは上げていく、キーパー平尾キャッチです。がっちりキャッチしました日本代表の平尾知佳。上尾野辺、坂口、上尾野辺はかなり降りてきてボールに触っています。さあここは左サイドのスペース、松原の切り返し、松原シュート、これはブロック。左サイドバックの松原がシュートまで行きました。一気に前線、ゴールキーパーの久野が抑えています。縦パス、右サイドを使う大賀が行きました。スローインは野島ボールです。大賀は日体大では大学日本一にも輝きました。昨シーズンも日体大のチームでリーグ戦18試合すべてに出場していました。右サイド大野、南野が上げていく、ゴールキーパー平尾です。前半は30分を経過しています。0対0、両チーム得点はありません。なお今日は伊賀 FC とマイナビの一戦も同じ時間に行われています。そちらもまだ得点がありませんので、まだ令和初ゴールは生まれていません。坂口は今回のヨーロッパ遠征には呼ばれませんでしたが、開幕前のシーブリーズカップには代表に選ばれました。その時は3試合のうち2試合に先発をしていました。坂口としてもなんとかワールドカップのメンバーに入るためにリーグ戦でアピールをしたいところです。5月の10日、このゴールデンウィーク明けにワールドカップの出場メンバーが発表されます。つながった、石渕がボールを持つ、園田が中に入っている。石渕フェイントからまだボールをキープしていましたが、中野が奪いました。つなぐ野島、かわした7番の川島、そして前線に入れます。石田がボールを運ぶ、キャプテンの石田、松原のディフェンス、松原志保のディフェンス、下げて、ここが中盤の松原ありさ、左サイドに送りますが、園田カット、上尾野辺、失礼、滝沢です、うまくかわした。坂口、左サイド佐伯、坂口、奪った南野、佐山が奪い返しに行く、佐伯倒されました、リスタートした。上尾野辺がすぐ始めました。石渕から左サイドへ、松原志保サポートがある、上尾野辺クロスボール、園田が競る、中野が蹴り出します。これがつながる、大野が収めた、あーナイスディフェンス、イ・ヒョギョン、スタンドからも拍手が起きました。
南野、石田プレッシャーに行きますがそれをかわした新潟。左サイド佐伯、西淵、坂口、運ぶ、滝沢、アドバンテージを新潟に見ています。縦に送りましたがつながりませんでした。このルーズボールはうまく体を入れた20番の山谷です。坂口、新潟がボールを握っています。現在3位の新潟、プレッシャーもかわす。前節ベレーザを下して3位に浮上しました。さあカットした7位の野島、大野から右サイドにパスが通る、佐伯が戻って対応しました。前半は35分を経過しています。依然としてここまで両チーム得点はありません。どちらに先制ゴールが入るのか。川島から左の中野、もう一度川島から縦、南の中央、王のワンタッチ背後、キーパーの平尾が出てきてキャッチしています。滝沢、松原志保、松原から中央、上尾延べ、背後を狙う石淵、オフサイドフラッグ上がっています。オフサイドです。上尾延べからの背後へのボール、石淵が抜けて受けましたがオフサイドでした。大野がキーパーまでプレッシャーに行く。上尾延が競りますがボールを持ったのは野島。さあここに収める上尾延、左サイドの佐伯、キャプテンマークの滝沢。新潟は今シーズンはキャプテンを置いていないということでキャプテンマークをつける選手は試合ごとに変わっています。その中で今日は滝沢がキャプテンマーク。佐伯がボールに行く、一度下げる、上尾延、大賀をかわして、ただその後石田が対応しました。うまく当ててコーナーを追いました。ライン際で佐伯がコーナーを追えています。新潟はこの試合コーナーキックは初めてです。ボールには15番の坂口が行きました。右足でインスイング、ゴールに近づくボールを蹴ります。新潟はイ・ヒョギョンが166センチ、佐山167センチあります。ライナー性のボール、パンチング、大きく蹴り出した。あ、これがボールが収まる。大野が収めて、さあカウンターになる。しかし新潟守りました。ここは一度ボールを落ち着ける野島です。今また野田監督がテクニカルエリアの最前線に行きました。
山谷が蹴り返します。さあ右サイド川島が走っていく、追いつく、中央に預ける、縦パス、イ・ヒョヨンがクリア。野島深い位置でスローインを得ています。スローイン右サイドバックの大賀が入れます。7番川島、佐伯に当たってタッチを割りました。石田、南野、コーナーキックです。最後松原志保に当たってラインを割りました。野島は前半6本目のコーナーキック、野島がチャンスを迎えます。キッカーは中野、上げていく、キーパー平尾キャッチです。思い切って飛び出してキャッチをしました。もともとはレッズレディース、そこから昨シーズン加入しました平尾千佳です。身長は173センチ。競り合いでファール、笛がありました。平尾がキックをして再開します。南野、スペースに蹴ろうとしましたがブロックがありました。前線背後へのボール、神尾延折り返す、さあ中央で園田、園田シュート、ゴールキーパー久野が抑えています。左サイド神尾延のクロス、中央で園田がシュートを放ちましたがゴールを決めることはできませんでした。さあ左サイドから新潟、佐山が持ち上がっていった、佐伯、ここはディフェンスしたのは南野です。石田に預けて、石田から川島、南野がここ、背後のスペースへバックパスが短い、よく出た平尾。新潟はヒヤリとしました。ここもスペースで野島、川島が受ける、松原志保のディフェンス、まだ川島キープ、ここでタッチを割りました。ここには収まりませんでした。縦パス、南野を狙ったボール、サポートがある15番の松原ありさ、中野からパスがつながった、一度下げて川島、ボックス中南野シュート、平尾触りました。角度のないところから南野が狙っていきました。今のコーナーキック7本目です。時計は間もなく44分です。前半の終了間際、
野島先制のチャンス。中野の左足、ゴール前パンチング。このルーズボールは南野、なんとか跳ね返す新潟。拾う野島、中野のクロス、ゴール前、ここはキーパー平尾が対応しています。コーナーキックから野島がチャンスを作りましたが、ゴールを奪うことはできず、平尾が前線に蹴りました。園田、中野からのボールは山谷に当たってスローインになります。ここで前半終了です。前半アディショナルタイムはありませんでした。スタンドからは拍手が起きています。アルビレックス新潟レディース、野島ステラ神奈川相模原、両チームにとっての令和初戦、令和初ゴールは生まれませんでした。まず立ち上がりは野島が押し込みました。立て続けに3本コーナーキックを得ました。ただそこをしのいだ新潟、その後は新潟がボールを持つ時間もかなりありました。その中で新潟もチャンスを作ったんですが、新潟もゴールを決めることができず、まあ、そして前半の終盤はまた野島が押し込んでコーナーキックを得て、まあ、最後もシュートを放ちましたが、ここも新潟のディフェンスが体を張っていました。まあ、今日が令和初めてのなでしこリーグのリーグ戦、同じ時間帯午後1時キックオフ、伊賀 FC とマイナビの試合も行われていますが、こちらもまだどうやらゴールは入っていないようです。まあ、ですから令和初ゴールはこの試合の後半、もしくは2時キックオフの試合がこのあと2つありますので、まあ、その4つの会場のどこかで生まれるということになりそうです。2019プレナスなでしこリーグ1部第6節、新潟と野島の一戦は前半を終了して0対0です。後半の開始までしばらくお待ちください。青山法律事務所、
本間組サーティファイ新潟エナジー新潟信用金庫プロテクトエンジニアリング三方グループファイトキッズアークテルグループ私たちはアルビレックス新潟レディースを応援しています。ただいまピッチ上の散水を行っています。風向きによっては水しぶきがかかる場合がございますのでご注意ください。グッズ売店からお知らせです。背番号カールマフラー受注販売を本日行っています。12番サポーターレディースまたはお好きな選手のネームアンドナンバーをお選びいただける背番号タオルマフラー本日の試合でグッズ販売のみで受注販売を実施いたします。ぜひお立ち寄りください。講演会ではアルビレックス新潟レディースを一心両面でサポートをするレディースサポート会員を募集しております。年会費は個人一口5,400円。あなたもレディースサポート会員に入会して共にチームを支えましょう。いたします。本日のなでしこグルメ佐伯彩選手と松原志保選手プロデュース彩と志保の愛情まとまりそば飯は大好評につき完売いたしました。なでしこグルメをご購入いただきありがとうございました。以上飲食売店からのお知らせでした。
確認お願いします。参考グループお食事券や亀田製菓お楽しみボックス選手サイン色紙が当たります。さらにアルビレックス新潟レディースが勝利した場合、勝利球も当たりかも。チケットの半券を抽選に使用しますのでなくさないようご注意ください。選手との触れ合い会は試合終了後、選手がバックスタンド現地沿いを回ります。その後メインスタンド上部に移動いたしますので、メインスタンドコンコースへお移動ください。ぜひ選手を身近に感じていただき交流を楽しみください。ただいまピッチ上の散水を行っています。風向きによっては水しぶきがかかる場合がございますのでご注意ください。ただいま地球上の散水を行っています。風向きによっては水しぶきがかかる場合がございますのでご注意ください。2019プレネスなでしこリーグ一部第6節、アルビレックス新潟レディースと野島ステラ神奈川相模原の一戦をお送りしています。会場は新潟市にあります新潟市陸上競技場です。今日は非常に心地の良いサッカー観戦日和となっています。気温も正午過ぎに 17.2 度を観測しました。ただちょっと風があります。現在の風向き、フラッグを見ますとメインスタンドからバックスタンド方向に吹いています。このメインスタンドから見て正面に新潟県民会館というのがあるんですが、そちらの方向に向かって風が吹いています。ただこれも時間帯によって変わっている印象もあります。右手には信濃川があります。その信濃川を望む新潟市陸上競技場、通称市陸で試合が行われています。両チームのイレブンが戻ってきました。まずこちら野島が円陣を組もうというところです。7位の野島を3位の新潟が迎えての一戦、令和最初のゲームです。前半を終了して0対0、両チーム得点はありません。同じ時間帯に伊賀 FC とマイナビが試合を行っていますが、こちらも前半を終了して0対0、まだなでしこリーグの令和初ゴールは生まれていません。
そして、まあ、この2時キックオフで浦和アイナック戦、そして日テレ日体大戦があります。令和初ゴールはどの会場で誰が決めるんでしょうか。新潟の選手たちもこれから円陣を組みます。前節はベレーザを下しました新潟、その勢いで今日は今シーズン2度目の連勝を目指しています。一方野島も前節アイナックを初めて破りました。野島は今シーズン初めての連勝を目指しています。後半はアウェー野島ボールです。後半が始まりました。さあ野島がここはボールを持ちながらというスタート。新潟が奪った、縦につけました。前線石渕、新潟ボールです。後半は右から左に攻めるオレンジ色のユニフォーム新潟、そして後半左から右に攻める野島です。中盤坂口上げていく、佐伯、スローインは園田です。7番の園田、石渕、野島のゴールキーパーは久野です。お互いに 4-4-2 のフォーメーションです。久野は伊賀 FC から加入をして2年目のシーズンです。日本代表としても1試合に出た経験があります。2013年のアルガルベカップで代表デビューを果たしました。野島は最終ライン右に大賀、左に小林、センターバックは国武と桜本。さあここは南野、松原がボールを奪いました。野島ステラは中盤の底に川島と松原アリサ、右に石田、左に中野、前線は大野と南野の2トップです。こちらが右サイドバックの大賀、日本代表です。今年はワールドカップイヤーです。6月にフランスでワールドカップが行われます。大賀、松原アリサ、この2人は日本代表、そして新潟のゴールキーパー平尾も日本代表です。5月の10日にワールドカップのメンバーが発表されます。さあここは左、坂口がボールを持ちましたが笛、野島ボールに変わります。新潟ボールで今プレー再開したんですが、結局判定は野島ボールでした。新潟も 4-4-2 です。ゴールキーパーが平尾、ディフェンスはイヒョギョンと佐山のセンターバックのコンビ、左サイドバック今ボールに触った松原志保、右に山谷です。中盤は坂口と滝沢のダブルボランチ、右に園田、左に佐伯、前線は石渕と神尾の部の2トップです。6番の佐山がボールを切ります。競り合う、こぼれ球、坂口拾った、坂口、左佐伯、クロスボール、ここはディフェンスが跳ね返す、坂口拾う、石渕、大きくクリア、南野、大野、ワンタッチでもう一度南野、背後へのボール、大野が走る、大野が受けてボックスの中入ってくる、一度下げる、中野シュート、これはブロック、16番のイヒョギョンがブロックしました。石渕が収める、滝沢、ちょっとボールタッチが流れました。スローインは新潟ボールです。石渕、
滝沢、イ・ヒュギョンから佐山、左サイドバック松原志向、スペースで上尾野部が走る、5番の国武が体を入れます。上尾野部残しましたが国武がボールを拾っています。国武は1月のなでしこチャレンジのキャンプに参加をしていました。野島からはこの国武のほか川島、あと南のあたりも参加をしていました。あと今日サブに入っている14番の田中芽生もなでしこチャレンジに参加をしていました。松原志子のスローイン、奪った野島、南野、大賀、さあ奪い返す新潟、上尾野部、佐伯、佐伯クロスボールは跳ね返していきます。回収してもう一度新潟、イーヒョギョンから今度は 右サイドです。山谷縦に送る、園田、川島がディフェンスに行きました。この時間帯は新潟が攻め込んでいます。後半の6分という時間帯、坂口、山谷、滝沢のパスがタッチを割ってしまいました。佐山からのロングフィード、背後を狙いましたが味方とタイミングが合いませんでした。さて今日は立ち上がりから令和初ゴール、令和初ゴールと煽ってきましたが、どうやら伊賀とマイナビの一戦で動きがあったようです。伊賀の森選手が48分に令和初ゴールを奪いました。でその直後にマイナビは浜田のゴールで追いついているということで、令和のゴール、初ゴール、そして2号ゴールも決まっているようです。さあそしてこの試合で令和最初にゴールを決めるのはどの選手になるんでしょうか。さて今野島の選手が足を気にしていたように見えますが、どうやら大丈夫そうです。両監督テクニカルエリアの最前線で指示を送っています。新潟の奥山監督、そして野島の野田監督、さかっとした新潟、縦に送る上尾野部がワンタッチ、滝沢から背後へ石渕が行きますがオフサイドフラッグが上がっています。今日立ち上がり前半から再三背後を狙っている石渕、ここもオフサイドになりました。ただ新潟の狙いは徹底しています。さてここでハーフタイムの両監督のコメントが入ってきました。まずはホームの新潟奥山監督です。3点あります。1つ目、しっかり立ち位置を考えながらプレーしよう。2つ目、守備の連携とリスク管理を忘れないこと。3つ目、後半みんなで勝とうということです。立ち位置、あと守備の連携とリスク管理、このあたりを指示していたようです。奥山監督は今シーズン7年ぶりに監督に復帰をしました。ここも石渕がオフサイドです。石渕が背後を狙っていました。
さあでは一方の野島の野田監督です。こちら2点です。1つ目後半も集中を切らさずに行こう、2つ目風も意識してプレーしよう、この2点が放送席に伝わってきています。野田監督は今シーズンから監督に就任しました。現役時代はベレーザなどでプレーをしていまして、リーグ4連覇にも貢献、日本代表としてもプレーをしていた。さあここは佐伯、横パスから滝沢、ゴールに迫りますがシュートにはいけませんでした。新潟が一つゴールに迫りました。後半は立ち上がりの10分を経過するところです。左サイドのスペース、スルーパスから石田、失礼、中野を使いました。中野を狙ったボールでした。中盤の左に中野、右に石田です。収めた神尾野辺、右園田、縦で神尾野辺が受ける、園田がまた追い越す、そこを使う、神尾野辺と園田のパス交換、神尾野辺から中央、坂口、園田、ゴール前には2人、佐伯と石渕が入っています。中に送る、クリアをしていきました桜本。園田、滝沢から一度さばいて山谷のクロス、石渕が行きますがキーパーの久野が抑えています。野島の野田監督は集中力を切らさずに行こうという指示がありました。さあ背後のスペース走ってくる大野だ、キーパーの平尾のファインセーブ、日本代表の平尾が立ちはだかりました。ただ野島は1本の縦パスからシュートまで行きました。元日本代表大野のシュートでした。後半はここまでお互いにチャンスを作っています。坂口うまくかわしながら縦石渕が走る、5番の国武の対応です。右サイド石田、松原志保がキーパーに戻します。前線からプレッシャーに行く野島、平尾のロングボール、中盤で川島が拾う、左サイド中野仕掛ける、まだ持っていく、コーナーキックを得ました。最後中野にはイヒョギョンがついていっていました。両チームを通じて後半最初のコーナーキックは野島です。野島は前半7つのコーナーがありました。キッカーは後半も中野です。またペナルティースポット付近に選手が固まる。ライナー性の低いボール、ニア、ボールまだボックスの中、神尾延べカウンターに持っていけるか、石渕にボールが入る。さあ選手が上がっていく新潟、石渕運ぶ、縦に仕掛ける、石渕が仕掛けた、ゴール前園田が呼んでいる、クロスボール、ディフェンスに当たってキーパーまで行きました。新潟のカウンターアタックでした。ルーキーの石渕がボールを運んでいきました。
石渕は1点でも多く点に絡んでチームが勝てるように精一杯頑張っていきたいと話をしていました。前節リーグ戦で初ゴールを挙げた石渕萌実です。さてここで選手の交代があります。野島ステラ、9番の中野が下がりまして8番の田中陽子が入ります。これが両チーム通じて最初の選手交代です。元日本代表田中陽子です。この田中は今シーズンのリーグカップ新潟戦で途中出場から決勝ゴールを挙げています。まあ、あのゴールは PK でのゴールでした。中盤で石田がボールを持つ、奪った新潟、松原志向、佐伯、パスがずれました。なお今入った田中はそのまま中野のいた中盤の左に入っています。田中は2試合ぶりの出場です。背後オフサイドはない。さあチャンスだ、南野シュート、平尾のファインセーブ、こぼれて石田、外れた。野田監督は頭を抱えました。2つのビッグチャンス、野島決めることができませんでした。野島、南野のシュートはこのキーパー平尾のファインセーブ、こぼれ球石田もシュートを放ちましたが枠を捉えることはできませんでした。日本代表の平尾がチームを救っています。さあボールが神尾部に入る。神尾部運んでクロスボール、判定はゴールキックです。新潟のサポーターからはコーナーキックじゃないのかというこのどよめき。そして奥山監督も今第4の審判員に何か言葉をかけていました。今両手を広げて不満そうな表情です。さあ中盤で野島、新潟のファールです。15番の松原ありさがファールを受けました。大賀、15番の松原、アリクロス、ボール流れて川島、まだ川島コントロール、園田のマッチアップ、7番同士のマッチアップでした。上げていく石田、キーパーの平尾が抑えています。先日のドイツ戦で出場しました、攻撃陣が2点取ってくれたのに守りきれなかったことは課題であると本人は振り返っていました。さあ右サイドで新潟、園田、スローイン、新潟ボールです。坂口から滝沢、南野をかわして味方につなぎます。松原志保、佐伯、松原志保が上がっていきますが佐伯がコントロール、松原、滝沢タッチを割っています。
奪った新潟、坂口、園田、2人で寄せる野島ですが、まだ新潟がボールをコントロール。松原、うまくかわした。さあ早いリスタート、ここはディフェンスが対応しています。ここも回収する新潟。佐伯、佐伯、神尾延、神尾延縦に行く、シュートにはいけませんでした。2011年ワールドカップの優勝メンバーです、神尾延恵。日本代表としては34試合2得点という実績があります。日本代表では中盤の守備的なポジションや左サイドバックもかつてはプレーしていました。さあここも拾う新潟です。坂口、スルーパス、石渕、うまく戻って対応したのは松原ありさだったでしょうか。失礼、16番の大賀美佐子が対応しました。上げていく、ファーサイドシュート、新潟先制、神尾延のスーパーボレーシュート。新潟の令和初ゴールは神尾延恵、左足のジャンピングボレー、ゴールネットに突き刺しました。新潟のサポーターからは大きな拍手が起きています。66分、神尾延のゴールを告げるアナウンスが今ありまして、さらにスタンドが沸きました。令和時代の新潟のファーストゴールは神尾延恵、チーム加入14年目、長年チームを支えてきたベテラン神尾延がゴールを決めました。66分に試合が動きました。追いかける形になったアウェーの野島です。川島、パスが通る、チャンス、ここも平浦ファインセーブ。ここも平尾が立ちはだかりました。カットした大賀、横パス倒れたがホイッスルはない。さあもう一度野島、左サイド上げていく、これはブロック、神尾延もディフェンスに行きました。スローインは新潟ボールです。右サイドバックは山谷、前節ベレーザに勝ちましたが気を緩めずに今日も勝てるようにしっかり戦いたい、山谷はそう話していました。前節ベレーザ戦では1ゴール1アシストの活躍でした。さあここは石渕が走るがキーパーにボールが戻ります。松原が下げる、久野のキック跳ね返す新潟。さあ左サイドで野島、このボールは佐山が跳ね返していきます。園田プレスバックで奪う、川島ふわりと背後、南野が折り返していく、フォローがあります。田中中央に送りますが坂口のクリア、ふわりと前線、神尾延収めて、
このボールが野島に渡ります。神尾延、パスがずれました。ちょっとこの時間でお互いにミスが出ています。66分に新潟が先制に成功しました。1点を追いかける野島、野島の令和初ゴールは生まれるか。背後のスペース、南野が走る、バックパスです。平尾がシンプルに蹴った。滝沢タッチを割っています。新潟は守備のラインがきれいにできています。その守備をどう崩していくか。キャプテンの石田曰く、チームの持ち味はパスサッカー、バイタルエリア付近での崩しを見てほしい、開幕前の記者会見でそう話していました。ここはボールを持ちながら崩したい野島。南野ボールを失う。神尾延から縦パスは引っかかります。松原ありさ奪い返した新潟。松原志保、一度キーパーに戻します。つなぐ、イ・ヒョギョンがここでロングボール。神尾延を走らせようとしましたがボールが流れました。現在風は右から左ということで、今ボールが風に乗って流れていきました。ご覧の風です。ちょっと今ボールの処理誤りましたが、ここはシンプルに蹴っていく。競り合う石渕、競り勝った。さあ石渕がボールを持って運ぶ。石渕一度後ろ向きになりましたが、ここは囲まれながらもつなごうとしました。まだ新潟ボールです。滝沢から佐伯、ゴール前には3人選手が構えている。松原翔が行きました。ここも新潟が回収します。坂口から右サイドのスペースで、右サイドバックの山谷が上がってきました。ゴール前は2人。山谷のクロス、園田跳ね返しました。大賀、こぼれ球、坂口ミドル、枠を捉えることはできませんでした。坂口のミドルに拍手が起きました。そして選手交代です。松原志保が下がりまして、新潟は背番号24番が入ってきました。北川光です。北川は今シーズン初出場です。日本代表歴もあります北川、今シーズンは、出遅れましたが第6節で初出場。北川はそのまま左サイドバックのポジションに入っています。前線へ左サイド、大野、浮き球のパス、もう一度大野が回収、これも浮き球、南野、大野、横パス、これはカットした。今坂口のカットでした。奪いに行く野島ですが、坂口がうまくかわして、このボールは引っかかります。
さあ奪った野島、右サイド大賀が上がってきました。大賀のクロス、ファーサイドに流れて南野が追います。残した南野、山谷がついている。小林、南野、もう一度小林、その他のマッチアップ、上げていくゴール前、跳ね返した新潟。ロングボールを上げていく、南野がヘッドで送る。これはコーナーに逃れた新潟です。1点を追いかける野島がコーナーキックを得ています。今日9本目のコーナーキック。中野が下がりましたので、このコーナーキックは田中陽子が蹴りに行きます。背番号8、途中出場の田中陽子。田中は開幕戦はスタメンでしたが、2節以降は途中出場が続いています。ニアサイド、このシュートは枠の左です。ニアで今合わせたのは誰だったか、おそらく4番の桜本だったですね。75分を経過しています。1対0。66分に新潟上尾延の素晴らしい左足のボレーシュートが決まりました。ホームの新潟がリードしています。新潟は今日勝てば今シーズン2度目の連勝ということになります。大野、田中陽子、田中が一度味方に預ける。小林のクロス、ニアサイド、跳ね返す新潟。拾ったのは小林、仕掛ける坂口がつなぎに行きますが、このボールは新潟。滝沢、園田、川島のディフェンスです。本日の来場者数は1188人でした。ご来場ありがとうございました。今日の観衆が発表されました。1188人が新潟市陸上競技場に足を運んでいます。さあ新潟、ここも右サイド、上尾延のクロス、佐伯の前で跳ね返した野島、ミドルシュート、滝沢、枠の右です。さあこの1000人を超えるサポーターの前でホームでの勝利なるか新潟。前線に送る野島ですが跳ね返されました。園田、上尾延、石渕、左のスペース、佐伯、北川が追い越していく。その北川を使う、ディフェンスが対応しています。おーっと佐伯が激しく行きました。スローインは野島ボールです。坂口、ボックスの中、石渕、クリアをしていった桜本。山谷が一気に縦に持っていく、そしてクロスボール、上尾延、こぼれてきて佐伯、枠を捉えられず点を仰ぎました。ただいい形からフィニッシュまで行きました新潟です。新潟のサポーターからは佐伯のチャントが聞こえてきます。10番で
新潟がまたボールを奪おうというところ、奪った上尾野辺、右を使います。園田ゴール前には2人、園田が仕掛けに行く、スローインです。園田は開幕戦の伊賀 FC 戦で決勝ゴール、今シーズンの目標はリーグで10得点ということです。昨シーズンは5得点をマークしました。坂口、山谷、坂口、上尾野辺、上がってきた北川、ここにいます。クロスボールは手に当たったか、いやこれコーナーキックです。新潟今日2本目のコーナーキックです。後半は初めてです。キッカーは上尾野辺、ゾーンで守る野島、上尾野辺は左利き、インスイング、ゴールに近づくボールになります。山谷、イーヒョギョンなど上がっています。ゴール前上げていく、競り合う、ゴール前パンチング、こぼれて、あ、旗が上がっていました。どうやらオフサイドがあったようです。間接フリーキックでプレーが再開されます。80分を経過しています。残りは10分です。1対0と新潟が上尾野辺のスーパーボレーシュートで先制をしました。右サイド園田、かわした縦のボール、大野には通りませんでした。ただ野島ボールです。田中、小林、田中、園田が寄せて、スローインは野島ボールです。大野、これはゴールキックに変わります。これが両チームにとって令和最初の試合です。その試合で勝利をするのはどちらのチームか。ここまではホームの新潟がリード、ただ差はわずかに1点です。新潟が2人目の選手交代を準備しています。ここで選手が変わります。佐伯に変わりまして背番号26、武田明日美が入ります。前節決勝ゴールを挙げました佐伯に代わりまして高卒ルーキーの武田明日美です。武田は2試合ぶりの出場です。武田は U19 日本代表にも選ばれています。5月の今月の5日からはフランス遠征に向かいます。その武田はそのまま佐伯のいた中盤の左に入っています。JFA アカデミー福島から加入をしました高卒ルーキー18歳の武田明日美。さあここは背後のスペース、野島がつく、大野マイナスのパスから石田、こぼれてきて、ここはディフェンスが対応しています。さあ運んでいく、今入った武田、これはノーファールです。奪った新潟、奪い返した野島、
大賀から中央8番の田中、田中から左サイドに開いた大野、まだ大野がコントロール、アドバンテージを見ています。前線へ収めて石田、こぼれ球、ゴールキーパーの平尾です。今日は何度も何度もビッグセーブがありました平尾知佳です。このままクリーンシート達成なるか。さあ前線上尾野辺、セカンドボール石渕が行く、持ち上がる松尾、あ失礼、松原です。ボールは風に乗って久野まで行きました。85分を経過しています。1対0新潟、上尾野辺のスーパーボレーシュート、素晴らしいゴールで1点をリード。カットした武田、スペースに送る、大賀が送って石田へ、対応したのは佐山です。さあ受けた川島ですがフィニッシュまではいけません。川島、石田上げていく、ゴール前跳ね返したイ・ヒョギョン、滝沢つなぎに行く、奪いに行く石田、ここはノーファールです。新潟ちょっとヒヤッとしました。さあ左に運ぶ武田、2人のディフェンスを受けながら武田が運ぶ、まだコントロール、石渕に預ける、滝沢から背後のスペース、石渕が受けました、中を見てクロスボール、これはキーパーの久野キャッチです。途中投入の武田が素晴らしい突破を見せました。スローインの位置を下げさせます。右サイドバックの山谷です。田中から川島、縦パス、大野が受ける、下げて田中、オフサイドフラッグが上がっています。野島はゴールに迫ろうとしましたがオフサイドがありました。今日は高橋沙織主審が試合をさばいています。ちなみに新潟は今シーズンリーグ戦で完封勝利というのは2回あります。開幕の伊賀 FC 戦、2節の AC 長野戦、2試合連続1対0の勝利でした。今日このまま行きますと今シーズン3度目の完封勝利ということになります。さあ奪った新潟、スペースで受ける武田、
奪い返す北川。北川運んで右に預けます。山谷のシュートか、狙っていきました。枠は捉えていました。右サイドバックの山谷がシュートを放ちました。さあ追いかける野島ですが、このパスがタッチを割ってしまいました。さあここで新潟が最後の選手交代を行います。園田が下がりまして河村優里が投入されます。怪我からの復活を目指しています河村優里。膝の怪我からリーグカップの1回戦で戻ってきました。そしてリーグ戦でも途中出場がここ2試合続いていまして、これで3試合連続の途中出場ということになります。園田に代わりまして河村優里、新潟出身、若い頃から新潟のこのトップチームでプレーをし、その後ジェフレディース、ベガルタレディース、その後一度新潟に戻り、その後はアメリカにも渡りました。今シーズンチームに復帰をして、そして怪我からも復帰をしてきています。さて追加タイムに入りました。目安は3分という表示がありました。新潟は勝利まであと数分というところまで来ています。さあ一方の追いかける野島、差はわずかに1点です。追いつくことができるか。右のスペースで川島、新潟ボールになります。なお今シーズン野島は完封負けは2回ありました。2節のジェフ戦、3節の AC 長野戦、このままいきますと今シーズン3度目の完封負けということになります。左サイド石渕が走る、追いついた。野島ボールです。新潟のサポーターからはマイボールじゃないのかというどよめき。神尾延べ、北川、パテ、カットした野島、川島、奪い返しに行く神尾延べ。さあ今川村もボールに触りました。右サイド上がっていった川村、膝のケアから復帰をした河村も今軽快にプレーをしています。大きな展開、右サイド石田へ、石田が収めて、あディフェンスうまく対応しました。途中出場の武田のディフェンスでした。南野切り返す、ここはノーファールです。あ、逆に新潟にアドバンテージを見ていました。あ、今ちょっと顔のあたりを気にしています。新潟の佐山、南野がファールを犯したんですが、新潟のボールがつながっていましたので新潟にアドバンテージを見てプレーを続行させました高橋出身です。ただ結局そのファールを取ったようです。フリーキックで再開、さあ左サイド小林、奪った新潟、ここで試合終了です。1対0ホームの新潟が勝ちました。令和最初のゲーム、勝ったのはアルビレックス新潟レディースです。66分に神尾延べのスーパーボレーシュートがありました。左足でのジャンピングボレー、それがチームの令和初ゴールということになりまして、今日の決勝ゴールにもなりました。新潟が新しい令和の時代、素晴らしいスタートを切りました。
今両チームの選手たちがスタンドに礼を行いまして、スタンド1000人を超えるお客さんからは大きな大きな拍手が起きています。今日は立ち上がりから野島が攻め込むというシーンもありました。コーナーキックは実に9本ありました。ただ野島はゴールを割ることができませんでした。逆に新潟は押し込まれる時間帯がありつつも、キーパーの平尾のビッグセーブがいくつもありました。今その平尾がチームメイトとハイタッチを交わしていました。そして66分に神尾延のスーパーゴールがありました。もし私が新聞社に勤めていたら、新聞の見出しは神尾延、神様の神に尾延と書いて神尾延としたい、それぐらい素晴らしいスーパーボレーシュートでした。今新潟の選手たちがサポーターの元に向かって、これから、スタンドを半周します。新潟はこれで今シーズン2度目の連勝ということになりました。さあこの後はインタビューが行われます。勝ちましたアルビレックス新潟レディース、ゴールキーパー平尾知佳選手の喜びの声でした。今日は何度も何度もビッグセーブを見せました。今平尾選手の口から話がありました。新潟次節はジェフレディース戦です。5月6日の月曜日、アウェーでジェフレディースと対戦をします。新潟は今シーズン初の3連勝を目指して中3日でジェフと戦います。一方の野島はこちらも中3日で5月6日の月曜日、ホームに浦和を迎えます。好調の浦和を迎えての野島次節ということになります。ゴールデンウィークの3連戦の2戦目新潟が見事勝利を収めました。令和初勝利ということになりました。今日は本当にいい天候のもと試合が行われました。1000人を超えるサポーターの皆さんも非常に、見ていて心地の良い、試合、そして新潟勝ちましたんで、サポーターはいい気分で、今日は帰れるんじゃないでしょうか。お送りしてまいりました、2019プレナスなでしこリーグ一部第6節、新潟と野島の一戦は1対0新潟が勝利をしています。2019プレナスなでしこリーグ一部は毎節2試合なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信しています。次節は5月6日午後1時キックオフ、マイナビ対 AC 長野、お
同じく5月6日午後1時キックオフ、野島対浦和の2試合をお送りします。また過去の試合の見逃し配信も行っていますので、そちらもぜひご覧ください。以上、この試合実況、木谷友澄でお送りしました。ではこの辺で新潟市陸上競技場からお別れです。